はい、プリティープリンセスやっていきたいと思います。前回終わって特に何も変わってないんですけれども、あ、そうだ、ロードにめちゃくちゃ時間かかるんだよね。ちょっとカットしよっか。はい、ロードにね2分ほどかかりましたね。長い。そう、コメントでいただいてて、このスノードーム、スノーボール、これ大きいのあるらしいですね。なのでちょっと小さいのはしまっときます。やっぱ大きい方がねいいからね、どうせ飾るならね。ということで、とりあえずちょっといろいろ収穫じゃないな。まあ回収しつつ、最近サボってるのがこういうところに出たね。材料集めね。よいしょ。とりあえずね、ほんととりあえずなんですけど、ランクを上げてちょっと家具とか増やしたいですね。とりあえず、何回とりあえずって言った？やばくない？なんか作っといたと思うんだよな、私。気のせいじゃなければ。いや、気のせいかも。何もない。気のせいだったかもしれない。ごめんなさい。アイスだけ作ってる。はい。いちごのジェラート欲しいって言ってほしいな。あ、この辺作ってますね。よし。ではでは。頼むよって。いろいろ頼むよって。はい。いけるよ。あ、待って。もうこれでいけるじゃん。ランクアップ。さあ、12ですよ。いや、アイテム増えたの嬉しい。なんならこの後も出せそうでしたね、今ね。まあでも特にできることはもう増えないよね。新しい料理のレシピが追加されたみたいですね。和菓子のレシピが目立ちますね。マジ和菓子？来たんだけど。最高。わかる。やばい、いろいろ増えてるよ。とりあえずそれを見ようか。見て、なんか、もうどうしても欲しいってものがあったら、それをまずちょっと優先しちゃおうかな。さあ。ヘアメイクは、あー、なるほどね。あ、すごい。これで、なんかロングだったらもっと私好みだったかな。え、これパープルなの？ピンクじゃない？いや、するなら私、ココアブラウン可愛いと思うんだよな。でも白が今1個しかないからさ。ちょっと待って、この色可愛い。買うか。なんか使いそう。アイシャドウ紫いいな。ちょっと強くない？パンチあるよね。わあ、ちょっと買っちゃう。結構紫好きなのよね。デニ紫はちょっとなかなか攻めの姿勢だよね。さあ、これか。なるほどね。私これ欲しいんだよな。なんか紫ブーム来てるかもしれない。かわいいね。あ、そんだけ？あ、これか。これはちょっと私じゃないかな。そうね。新しい服ちょっとでも欲しいよな。そろそろ。わ、どれがいいかな。これ？え、でもこれ？これじゃない？これ作ります。はい。ちょっと紫ウーマになろうと思います。はい。これよね。アイオライトシリーズね。
アイオライト。うわ、かわいい。髪飾り鬼皮じゃない？うん。じゃあ、紅紫にした方がいい説もある？いや、紫じゃなくてもいいよね、別にね。全身紫にしなくてもね。とりあえずファッションで、この後いろいろ買ったね。割と私買ってる方じゃない？服。そうでもない？どれだっけ？アイオライト。あれ？ねえ、やらかしじゃない？買ってないんだけど。え？やらかした。ちょっと買ってきます。あれでも見たよね。気のせいかもしれない。アイオライト。あ、ないよね。あ、買ってる？実はもう買った、ちゃんと。でもさっきありました？あ、ないな。あれ？見間違い？じゃあこれ買いますね。結局買っちゃう。髪色、そうな、紫に合う髪色ってなんだろうな。てか今日なんか声ガラガラかもしれない。ちょっとごめんなさい。なんかクーラーにやられてる。クーラーちょっと危険よね、ほんとね。やっぱ、皆さんお気をつけください、ほんと。お前が一番気をつけろよってもう言われたらそこまでなんだけど、すごいガラガラだ今日多分。これかな。ねえ、ちょっと攻めすぎ。ちょっと瞳の色攻めすぎじゃない？てか髪の色なんか違うな。これか、ラベンダーか。これで出来上がり。頭にキスちゃうよね。あったわ。あ、なるほど、ずっとここで見てたからだ。上にあったわ。最低。はい、これで OK です。まあ、じゃあ当分これでいきましょう。当分ね。当分つっても、ランク上がるまで、なんか上がるたびに服とかもろもろ変えようっていう。はい。とりあえず私の欲しいものは増えたかな。待って、そっか、ジュース、何あれ、あ、好きかな。あー、なるほど。ちょっと待って、うわ、和風か。和風エリア作りたいな。そうだね、どっかに和風エリア作ろう。ちょっと大忙しすぎるな。ちょっといろいろ、うわ、待って、紫かわいい、買っちゃう。いや、紫はずるくない？うわ、かわいい。黒色かわいくない？いや、かわいいけど、今、今すぐ使うかって言われたら、ちょっと今すぐ使うものを考えよう。そうね、ダメ。なんかもう全部は買えないから。うわ、ちょっと待ってよ。サイロ紫めっちゃかわいい。これはごめんなさい、買います。風車なんか今持ってる色しかなくて、ちょっとあれだなと思ってたんだよ。かわいい。待って、かわいい。かわいい。こんなんなかったよね。ちょっと可愛くない？アヒル可愛いんだけど。アヒル飾っとく？
これは小さいやつ大きいやつ分かってない。これとりあえずこれ買ってみるか。はい、ちょっと待って、本当にさ、素材が無限にいるね。クリスマスツリー紫だと？かわいい。季節感の概念は捨てれば、別にツリー飾ってあってもでもかわいいよね、正直。作れるやん。作っちゃおう。やばい。ちょっとほんと材料がほんと。うわ。何これ、リッチなライト。リッチなライト。でもこれさ、遠くから見れば竹みたいに見えない？こっち。和風エリア作るときに使えそう。うん、和風エリアむずくね？床が。何これ。え、待って、何これ。え、すごい。ロイヤルって感じ。え、ロイヤル。すごいじゃん。ごめんなさい、これもう、見てるだけで、終わっちゃう。え、待って。これは、ちょっと可愛い。うん。いや、まあ、それ、やりすぎかも、否めないですけど、まあ、机はちょっと今んとこいらないかな。そうね。棚もまあ、今のところはいいかな。いや、ちょっと大変だ、これは。その他やばそうじゃない？その他絶対やばいよ。ハンモック薄茶もあるんだ。ハンモックね、結構使い勝手良いのよ。割と。だから、ちょっと持っとこう。そうね。そうね。そんなもんにしとく？とりあえず。こんなもんにしとこう。浅く増えとる。え、この壁系さ、ちょっと使ってみたいよな。と思うけど何も作れない。ごめんなさい。ちょっと作れるようにしないとね、ブルータイルデザイン、なるほどね。まあちょっと私の好みかって言われれば違うかなって。これ買っとこう。和風な橋ってないよね、他に。ないよね。これギリ遠くから見れば和風じゃない？遠くから見てね、近くで見ると全然だから。なるほどね。紫ね。ちょっと待って、本当にさ、無理なんだかって。で、ちょっと畑が足りない説、出てきた。小豆が来ちゃったからだって、ほら。小豆ちゃん植えなきゃいけないんでしょ？あれ？トマトちゃんはもう植えたんだっけ？トマトちゃんちょっと収穫して、あずきちゃん植えるか。これどう？これでいいんじゃない？いやー、すごい忙しいですよ、本当に。卵ください。あれ、あずきちゃん、卵ちゃんって私植えたよね。いや、だんだん不安になってきちゃった今。言っておいてさ、あれ、トマトって私植えてないの？絶望したんだけど。だからジュース屋さん作ってないのか。そういうことか。買ってない種。買ってたと思ったんだけど。あ、持ってはいる。植えてないんだ。何を。え、バラ？ちょっと待って、バラは私好みだから、ごめん、大量買いするね。バラ大好き人間です。何がいいのって言われたら、やっぱ、トゲがあるところ。そうね、よし。これはまぁちょっと動画外で植えときます。で、次回にはもう収穫できるぐらいにしとこう。で、今回はね、違いますから。とりあえずやるのは、この余ってる橋というか、ね、そこをいじるっていう。これ？はぁ！待って！
思ってた数倍でかいんだけど、あ、本当にでかいや、かわいいけど、かわいいけどさ、でかすぎ？いや、かわいいよ。とってもかわいくて、私、ほんといいなって思うんだけど。ちょっと待って。置くとこ考えるわ。こっち側をどうするかっていう問題ですよね。だから、とりあえずね。ここに、あー、でもそうね。なんか道とか、この橋は活用しようと思ってるので、でとりあえず道引こっか。いやー、びっくりしたね。想像の倍でかかったわ。よいしょ。ほな、どう道引きますか？どっちにも行けた方がいいよね。なんか基本的には上に行ければそれでいいのか。でもそうするとここのさ、間変じゃない？あ、木でも植える？もう、適当だよね。木でも植えるって。いや、でも木ってほら、いい仕事しますからね。うん、想像以上に。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。よいしょ。んで、ちょっと角丸めていただいて。はい。なので、やっぱ、そうね、木植えましょうか。木を植えて、なんかこう、なんだろう。あと、針葉樹植えすぎ？いや、許して、針葉樹が好きなんよ。あ、でもな、連続して木があるとダサいな。そうよね。なんか、時折木があるぐらいなら別に、全然ありかなと思うけど。ここも余ってるじゃん。このエリアどうするっていう。このエリア、なんか飾るか。なんか飾りましょう。それこそさ、さっきのスノードーム置いたらいいんじゃない？間違えてごめんなさい。なんかでかいな。なんかここに置くなら私あれがいいんだけど。なんかこれとか。うおお、でかい。これもとてもでかいですね。これ向きってどう変えましたっけ？回転。うおお。うおー、でかい。想像以上にでかいぞ。素朴な看板置きます。でかい。なんかあのさ、すべてが想像よりでかいんだけど、なんだろうね。いや、いいんだけどね。いいんだけど、なんかすべてがやっぱでかいですね。これちょっと隠したいな。ちょっと隠せない？ここに木植えて、で、ここにも木植えたら隠せるんじゃない？ほい。で、柵で、遅くは。難しいな。いや、この見栄えはいいですよね。でもあの馬ね、とてもいいと思う。なのでこっち側な。こう道は引いたから、もうここは全部別に潰しちゃっても最悪いいんですけど、滝でも作るか。滝の必要性でちょっと分かんないよね、正直ね。
そんなにないよね、竹の必要性って。そうだよな。だってもうここから作れないんだもんな。こうか。まあ滝作るか。滝作るんだったら結構なマス埋めないと。え、何マス、何かけ何マスにしたらいい感じに見えるんだろうか。ね、しかも1段の滝ってつまんないじゃん。2段にしないとやっぱちょっと豪華な感じしないから、待ってよ。とりあえずですよ。とりあえずこうして、でここ一列はまだあれでしょう、なんか物が置けるというか、水場にできます？できるよね。あ、できるできる、よし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 。なんでとりあえず埋めないで、ここ水場にしちゃって、よいしょ、ここつなげます。はい、これで竹を落とします、下に。いや、ちょっと違う、ちょっと違う、もう一個いこう、はい、んでこう、よし、んでなんかしょぼいな。本当はもう一マス多分奥に作った方がいい気がするけど、こっちはまあこっちデコりたいので、まあ、ちょっと諦めます、これで。んで、絶対足りないんだよな。ほら、3か、6置けるってことね。6じゃ無理じゃない ?6 で滝にできるんかな、怪しいよね。まあ、とりあえずやってみよう。とりあえずね、何事もチャレンジ1年生ですよ。はい。違う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 。はい。そう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 。いいよいいよいいよ。いいよ。うん。そっか、ここって何もできなくなるのか。あー、そっか。なんか置くしかないよね。いや、でもなんか置くぐらいだったら、ちょっと待ってね。咲くかな。いや、花を植えるっていうのも今思ったんだけど、いや、でもなみたいな。こうして、そして、よいしょよいしょ、んで上上がってできるんか、な、下がんない下がんない下がらないで、不安だわ、できない気がする。1マスずつならいけると思ったらいけない。ノー、こっち側に行けない。もう一個広げよう、それだね。もう一個広げちゃえばいいんだよ。広げよう広げよう。いや、だってこっちから見た時にこっちにないのちょっと寂しいもんな。うん、どうせなら欲しくなるよね。角丸めます？あ、違う、ここに置いて、あ、でも置く意味ないか、ごめんなさい。そうだよね、ほら、こうして、これいちいちちょっとめんどくさいですけど、大丈夫ですか、なんか。
大丈夫私。削っとこうかな。はい、んでこれでやっと滝を流せると。はい、ほら地味じゃない大丈夫私、置こう。なんか一番上にあったら可愛いものって何でしょう。一番上にあったらなんか映えるもの。映えね。映えだよね。結局映えなんだよね。ごめんなさい。映えるものはちょっとないかもしれない。あ、これ、なんでどうですか？これなんか神秘的じゃない？そうね、いいよね。ちょっと花見とくわ。花なのかなわかんないけど。あーでもそうね、ちょっとあれだな。さすがに木って植えるのね。これでいいんじゃない。よいしょ。あ、ここも削んなきゃ。あ、やだ。削れないの？違和感じゃない？削りたいんですけど、ここ。あ、そう。いびつね。とてもいびつだわ。ここ削りてなんかここさ、もういっそ、あ、でも何も置けないのか。くそ、こここそ置きたいよな。こういうの置けないんだもんね。ごめんなさい。さあ残りどうしますか。ここはもう、通路ということにして。いやでも通路っていうよりは、わかった。はい、わかりました。道をあえて引かずに、道ですよ、みたいな。アピールしていこうじゃないかって。ごめんなさい、ずれちゃいましたね、それね。後で直しますね。ずれてるんです。はい、あ、ほら道っぽくない。ちょっともうちょい後ろかな、後ろってか下かな、はい、謎のこだわり。ちょっとめんどくさいことやっていいですか？いや絶対めんどくさいっていうのは分かってるんだけど、しょうがないよね。やりたくなってやるしかないよね。はい。はい。はい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。結構でも私的にはこだわってるつもりなんだけど。地味にね。ほら。あ、いいね、あの木の影がいいですね。ね、いいよね。からの、ちょっと近いな。もう一マス下がっていただいて。よいしょ。よいしょ。で、こうですね。どうでしょう。一応道っぽくなったんじゃないかなって、これで。一応ね。
で、あとはここをどうデコっていくかだよね。デコるか。なんかまあそうね。張り切ったものを置くってよりは、なんかナチュラルな、あ、道だよねみたいな。これめっちゃ可愛くね。これめっちゃ可愛い。これ飾りたい。あ、これここに飾ろう。あの侵入不可ですよって。あ、ちょっと、もう一マス動いてほしい。え、待って、めっちゃ可愛いこれ。いいね。かわいいかわいい。で、なんか、プチ公園みたいな感じだという概念でいいと思ってて、公園って何がありますか？ブランコ。この、浮いたしな、でも向こうにな。ね、これどう？ダーン、ワオ。ダーン、あ、いいよ、主張強めでいいと思うよ私。やっぱ、あ、分かった。だからアーティスティックなものを置いていけばいいのよ。ね、アーティスティックなもの。何アーティスティックなものって。え、それこそさ、買った方がいいんじゃないの。さっきなんか新しくあったよね、なんかあのすごいの。あれ買った方がいいでしょ絶対。そうだね、ちょっとアーティスティックなものあんまないもん。ちょっとすいません、アーティスティックなものください。素材がちょっと裏作業で素材集めだけしとこう。じゃないともうできないもんね。ほら、もうなんか買えないものまみれ。あ、ほら、もうこういうの、あー、待って、これは必須。あ、でも1か。買っちゃう、いや、私でもこの色がなんか一番いい気がするけどな。ライオンは？ライオンアーティスティックだよね。何なんでしょうね、アーティスティックっていう概念ね。自分で言っててちょっとなんだ。あー、作れない。これ作りたい。これあれ、さっき作ったよね。ちょっと取ってくるわ。なんかほら、あのさ、よく公園にさ、公園っていうかさ、なんかそういう、まあ、そのなんていうの、商業施設でもそうだけどさ、なんか謎の置物すごい置いてあるとこって結構あるよね。それを目指します私は。それです、今私が作ってるのは。そういうことにして。よいしょ。なんでこっち来ちゃったんだろう。でもなんかいい感じよ、いい感じ。良い感じになってきましたよ私の中ではね。作れるよね。よっしゃ、これ飾るぞ。これ今動画何パート目だったっけ。なんか結構もうやってるけど全然進まないね。やりたいことが次々出てきちゃうからね、なかなかだよね。ここ塞いときますね。ここ一方通行なんで。はい。でですよ。どこに飾ったらいいんだろう。本当はなんか床も敷いちゃって、なんか、ちょっとロイヤリティな感じのものを。でもまあ、そこはあえて引かずに。これ。あ、でも思ったよりちっちゃいのね。なんかもうちょっとでかいかと思ってた。あ、そうなんだ。
山火事だよねこんなのね山火事じゃない？だいぶ。なんかロイヤル履き違えてるよね。まあいいわよまあいいということで、あとどうしてもやっぱ飾っときたいのはね、えこれはウェディングベルはいらない？いらないという声も聞こえますけどいらないね。そうだね、置くとこないもんね。ウェディングベルはじゃあいらないとして、ライオン、え、ちっちゃ、ちょっと待って嘘でしょ。私あのあやがでかかったからさ、あのほら馬がね、馬が異様にでかかったからさ、ワンちゃんライオンもすげえでかいんじゃないかなと思ったんだけど、あ、そうでもないのね。うん、ちょっとライオンには期待外れだったので、まあでも一旦こんなもんでいいのかな。あれ、そういえばさっきさ、私買わなかったっけ、あれダック買わなかったっけ。ダックは思ったよりでかいのね。ダックこの辺にちょっと野生のダックよいしょ、ダックえ、かわいいな。うん、かわいいかわいい。よいよいよい。よいよ。うん。これってどれぐらいでかいの？ああ、普通なんだね、割と。言い方だよね。ああ、でも普通なんだね。ただの木で埋めていくのはちょっとなんか、限界があるかなと思う。たまにはこういう木もね、植えてっていうか置いて、よいしょ。あー、なんかバランス悪いね、ごめんなさい。なんかごめん、なんか今日いつも以上になんかちょっとダサい感じねなっちゃってるなぁ。いつももね、その全然ダサいですけど、なんか特にダメかも。うん、はい、ということで、まあなんか何も完成しなかったですね。もっとなんかアート的なアーティスティックなものが出てきたら、この辺にまた追加するって感じで、次回はちょっともう別エリアに移動して、そうですね、なんか、罠物とか出てきたんで、ちょっとその辺を置ける場所を作りたいですね。うん。はい。だから、上とかちょっと開拓していった方がいいのかなって。上か。結構またね、未開の地が多いからね。うん、はい。ということで、これで終わりたいと思います。バイバイ。